大人なめんじゃねえぞ。はいね、ちょっとね、めちゃくちゃムカつくね、キッズがね、絡んできたんでね、ちょっと動画にしてるんですけどね。なんか最初、僕に iTunes カードくれるんですかみたいなの来て、まあ、おそらく動画見た人なんだけどね。僕 YouTube なんですけど、まあおそらくこれ YouTuber なんですけど、ムジカさんに iTunes カード1枚もらったっていう企画してガチャを引きたいんですけど、くれますかって。これね、最初ちょっと理解できなかったんだけど、まあ後でちょっとね、惜しいですっつってブロックしたんですね。ひどい YouTuber のことは YouTube って癖があるみたい。最低で大人の恥さらし。で、俺ブロックしなかったんで、なんだお前っつって。お前がなんだって言ってね。ちょっとね、小競り合いして、で、iTunes カード1万円分よこせって言ってきて、いや、この流れでって企画したんやって言ってきて、で、俺はっつって、いや、何よって、企画、ガチャの企画っつってきたから、いや、企画したのこっちでしょと、ガチャプレゼントしますって、こっちの企画じゃないのっつって、で、企画、そっちが企画したんなら、まあ、1万よこせっつって言って、で、お前はどうせ親のケツ返って金取って暮らしてるニートだろって言ったな、バレましたかっつって言っといたけど、なら俺に1万円くれてもいいんじゃねえかっつって。ロジックがすごいよね。親からもらってる金なら大事にせんとねってね、逆にそれあげられないよねって言ったけど、って課金してんだよこっちは。この流れでもらえると思ってんのがキッズっつって、動画撮りてんだよと、1万円くださいと。でここでちょっと疑問になって、いやそっちの YouTube、 まあ YouTube やってるっつってたからね、 YouTube 動画のために俺が1万円送るってこと、そうって言い出して、もう動画いせんなっつって、で儲かった分手にあげるからよっつって、すごいよね。あ、その YouTube 動画を、あ、そっちが撮ったことによって、そっちで収益、発生した収益はこっちにくれると。で、まあ、逆に遅れとか。親の金だから大事にしなきゃね、っつって。おお、面白かった。だったらガキにガチャ引かせんなや、つって。それでくれると思って、目立ってんだよって言ってきたから。いや、ガキと一緒やん、つって。いや、これね、気持ちよかったね。これハマったな。親の裏の顔しちゃったわ、って。これ動画にするからって脅してきて。いや、裏じゃないよ。表だよって言ったんだけど。でもこれね、もう、とりあえず上げてやろうかと思って、こんだけ言うなら。ガチャ引いたら、動画送れるって言って。で、買ってきたんだね。そしたら、おうって言うから、何がおうだっけって。ということでね、この流れちょっとね、VC して、引かせてみようかと思います。いや、めっちゃ楽しみ。ちょっと弱めな感じでいこうかな。ちょっと、なんか気の弱い感じで。早く物資入れてください。ふいふいふい、なんだこんにちは、聞こえます？聞こえますか？聞こえる。喋ってもらっていいですか？え？もっと噛みついてきてよ。さっきの LINE みたいな感じでさ、可愛い子か、お前は。可愛い、可愛くていい子なのか。は？え、お前さ、いや、さっきもっと調子良かったじゃん。ね、クソガキ感出してよ。は？いや、もう、はしか言えないの。違う、もうちょっとなんかないの？ねえ、課金レベル3じゃん、精鋭3じゃん。マイクうるせえな。は？ねえ、何それ録音してんの？はーってやつを録音してずっと流してるの。ねえ、ちょっともうちょっとさ、俺をイラつかせてよ、もうちょっと。まあいいや、普通に会話して、普通に。いや、はーってもうチャットで言ってくんの。いや、鼻息うるせえ、ちょっと会話が続かないんだけど。はあ？はー以外ないの？ちょ、自己紹介して。なんだお前。お、いいね。なんだお前。お前の、じゃあなんでガチャ引きたいのか言え。その思い次第だわ。引かせるかどうかは。引きたいだけだわ。いやー、なんかさ、何が引きたいとか、何か当てたいとかさ。ランボー当てたい。ランボー？自分で課金して当てりゃいいじゃん、つうか。やだ。なんで？お金ないの？やだ。お金ないの？は？いや、普通の質問やん。あるよ、貴様が欲しいランボルギーニが後ろに。見えるだろ？うざいな。おい、なめんな、大人なめんじゃねえぞ。で、鼻息ちょっとうるさいから、ちょっと鼻息抑えて。いや、全然さ、そのガチャ引きたい思いがさ、伝わってこないからさ。いや、君以外にもさ、
いっぱいいるんだよ、ガチャ引きたいって言ってくる人が。うん、ね、その子たちはもっとあれだよ、うん、もうちょっと丁寧にお願いしてくるよ、言うても。うん、だからいや、なんでさ、その丁寧にさ、お願いしてくる人とさ、くれよって言ってるやつのさ、くれよって言ってるやつの方にあげなくちゃいけないの？はぁ？お願いしますって言ってくる人とさ、くれって言ってくるやつはどっちあげる？くれだよな。分かってんじゃねえかよ。お前分かってるわ。やるわ。ただお前みたいなクソガキ1万もやる価値ねえから、1500な。1500 iTunes カード送ってやるよ。それで我慢しろ。どうする？あげなくてもいいけど。よこせ。ノー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 。1万じゃないけどいい？ 1500 で。ノー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 。どっちだよ。早く言え。いいだろう。お。じゃあ1500円分のあれ送るね。5000がいい。何5000って？5000円ってこと？そうだ。うん、そのね、この流れでね、5000円もね、あげたらね、かわいそうだ、他の人が。1500で我慢しろ。はあ、もういらん。いらん1500円も。これ別に誰にあげてもいいんだよ、別に。いる。欲しいです、くださいわ。欲しいですよ、個性。欲しいです。言ってみ？欲しいです、くださいって可愛く言って。No。あ、じゃあもう終わり。ほ一回泳がして欲しいですくださいは欲しいですよ個性はい欲しいですくださいは最後ね、これ最後ね、もうログインしないよ俺。欲しいですくださいって可愛く言って。欲しいです、ください。あー、まあいいや。可愛いからいいわ。オッケー。ナイスナナナナナイスやべえだろ、俺の起床者。起床者。あとちゃんとさ、ガチャ引くとき実況してね。何引いて、何々が出ましたって。オッケー。いいでしょ。お前絶対いい子だろ。なんかちょっと皿洗いとかするだろう、家の。当たり前。いい子か。はい、送ったよ。送りましたよ。金券買えられた？800金券入った。何引くのじゃあ、お前みたいなクソガキキッズボケナス野郎は。マセラティ。オッケー、じゃあ録画開始して。はい。じゃあ解説しながら、まあちょっと少ないからね、単発で引いていこうか。あ、はい。じゃあ一個ずつ実況してください。一発目。はい、どれ？マセラティ。え？機械師ってものかな。あ、機械師。機械師の男の頭、これ出た頭か。で、あ学院の式典靴、はい、これ。三発目。こいこいこい。カウボーイのボトムズ。おい、ガチャ運いいんじゃねえのかよ。うん、くね。ああ、漆黒白の髪型、頭。頭か。あと何発引ける？あと、わからない。完成。ほ、こい。わあ、これだね。まあ、そっちの見えないんだけどね、今。く、もう一連。こい、こい、なんこい。わあ。何？タバコ。爆死してんじゃねえかよ。え、終わり？おお。おお、またカウボーイのボトムズが出た。あと何発？あと2発。あと2発。もう3発かな。3発。いけ。俺の金を無駄にすんな。はい。わあ。とね。うん。これ、このボトムズ。何のボトム？この頭のやつのボトムズ。見えないんだっつの、今。うパラグライダー7日間。いけ、次ラストは。飛行服ファイヤー男。お、よかったじゃん。ガチャ運悪い俺。
え、終わり？終わり。爆死されましたか？はい。とりあえず動画にするから。はいはいはい。あの LINE の名前のところは消すからさ。でもここでちょっとさ、本当はいい子なんだよってちょっとアピっとかないとさ。うん。慣れてるから。どういうことや。ハート強えな。じゃあまたね。またね。